ドラムの黒田和義です、ボーカルの深尾太鼓さんです。どうもこんにちは。はい、よろしくお願いします。今回は Smoke Get In Your Eyes というジャズのスタンダードですが、スタンダードらしいですね、これがね。あんまり今まで歌ってこなかった。いやね、1回も歌ったことなかった。2週間ぐらい前、2週間ぐらい前まで。何が起こったかってね、あの、うん、ニューヨークがさ、してるニュースで見た、あの、全部街ごと煙に包まれてた。見た見た。ああ、はい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 。カナダの山火事で、うんうんうん、アメリカっていう山火事が起こっててさ、でも、100個以上はもうあのコントロールできないようなすごい火で、うんうん、ここの煙がうわーってこう見て、アメリカの方に降りてきててさ、うん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 、でもうアメリカはなんかあらゆる都市が煙だらけになってんだけど、やっぱりニューヨークみたいな大きい街が煙に包まれるとニュースになってさ、ほんでみんな朝からなんか友達からも映像が送られてきて、街がこんななってるって。へー。で、あの、何かと思ったらそう山火事やって、で、うん、もうあの黄色くなってんの街中が、うん、で、あの、もうで、まあ、友達がそのまあいろいろ喋ってて、ある人がもう10ブロックも歩いたらさ、もう目はしみるし、喉は痛いしって言って、うんうん、で、あ、そういや、スモークゲッツやイヤーアイスっていう歌があるなと思って聞いててさ、うん、で、次の日がライブやったから、ちょっとその歌調べてみようかなと思って調べてみて、さ、音楽はソウルとか R&B とかそういうのが好きで最初歌ってたから、うんうん、ヒットソウル曲集みたいな、そういうのの CD とかで、最初の方に音楽史の、私の音楽史の最初の方に聞いてるわけね、これね。で、そのザ・プラターズっていう、うん、男性ボーカルグループの人みたいなんでさ、で、多分その時に歌詞カードも日本語のね、読んでる、日本語の歌詞カードについてる英語歌詞を読んでると思うし、うん、あんねんなみたいな、その、Sitting on the deck of the bay みたいな、そういうのと同じ並びで、うん、前がある、前があるみたいな、同じ並びで、うん、これの曲も聴いてたね、スモーク。前があるとかね、あの辺あたりとかね。うん、モーターンのヒットソングみたいなイメージでいてて、うん、で、まあ、じゃあ、あの、その1950年代末のヒットソングやけど、まあ、ジャズライブで歌おうか、話の小ネタの一つにぐらいに思って、うん、あの譜面を見てたら、ジャズの本に載ってるのよね。うん、載ってる、載ってる。載ってるわけ。で、リアルブックに載ってんやと思って、まあまあ、ソウル曲もリアルブックに載るわね、と思って見てた。うん、この譜面の右肩にさ、歌詞とかの作者、うん、曲書いた人とか作詞とか、うん、その場所にさ、カーンって書いてあるの、K-E-R-N、カーン、ね。これって、あのジェロームカーンかしらと思って、まさかと思って、うんうん、調べてみたら、本当にジェロームカーンで、で、ジェロームカーンって誰かっつうと、うん、そのブロードウェイ、ニューヨークの劇場街でものすごいいっぱい、ヒットソングを書いてる人で、The Song is You もジェローム・カーンやったかな、A Fine Romance とか、いっぱいあるわけよ。で、あのジェローム・カーンが書いたっていうことは、その50年代末のヒットソングじゃないよねと思って、見てみたら、やっぱり1933年、ミュージカルの劇場で、うん、あ、そうなんみたいな、しかもよう見たら、あの、そのダイナ・ワシントンとかさ、いろいろジャズミュージシャンバージョンがあった上で、うんうん、ソウル、後ほどソウル曲として有名になったみたいな。うん、それまでにも有名やったんやろうけど、あ、うん、じゃあ、その、ジェロム・カーンの奥さんがね、その、うん、50年代末にザ・プラターズがそれを曲をまたリバイバルみたいなんで発売するときに、こんなんされたらみんなにソウル曲として、あの、印象に残ってしまうわっていうか、後世に残ってしまうわと思って心配したらしいんやけど、うん、その通りに、ね、私は覚えていて。ジャズスタンダードって思ってなかったの。でも、これを機に、歌詞をちゃんと読んでみたら、まずソウル曲やと思って読んだ時のその理解してなかった具合と、今のこのあの、なんて素晴らしい曲だっていうのがちょっと分かったので、したいなと思って。歌詞からふと思い出して調べてみたら、なんとジェローム・カーンで、あれこれジャズ先やったんかいなってびっくりした。知らない。はい、じゃあ歌詞の中見ていきましょうか。ましょう。They asked me, asked me, they asked me how I knew my true love was true。 ここな、日本語歌詞を見ないでここだけ考えたいわけ、まず。ああ、なるほど。Ask me、 みんなが僕に聞いたな、 How I knew
My true love was true、うん、これだけ見てどう思う？自分の愛が本当だったって友達みんながどうやって分かったんやって聞いてきたと。そうやろ、うん、そう思うよね。私もそう思ったんや、うん、そのこれような時に、うん、でね、なんで後のその後ね、でもなんとなく分かんないの、分かるようで分かんなかったのね、うん、でこれがあの半日考えて夜にこう京都の市内をジョギングしてて、うん、そういえばあれ違うと思ってはその時自分で気がついてんけど、これは、うん、My true love っていうのは僕の愛じゃなくてさ、うん、My true love はこれ恋人やね。ああ、恋人の名前、愛のことじゃなくて恋人を指しているってこと。だから僕の真本当に愛してるあの子のことを言って、うん、で、true、 その後に出てくる true っていうのは、うん、あのなんか I'll be true to you みたいな、なんかあの I am true to you、 あの真摯にあなたのことだけを愛しているみたいな、そんな感じ。うーん、チーティングとかしてない。ああ、チーティングしてないよ。一重にあなたが一途に好きみたいな、そういうのを、つまり僕の彼女と思っているその彼女が僕のことを一途に愛してくれてるっていうのをさ、なんでわかんの君って。ああ、なるほど、うん、まあ、彼女が浮気してないっていうのをどうやって証明するつもりやと。そうそうそう、どっちかっていうと友達は疑っている、うん、疑ってた、うん、疑ってた、うん、Ask the me やからな。 Ask the me、 あ、過去形やから。そう、うん、なんで、まず疑ってなかったら聞かないよね。うん、でも聞かれたわけよ、ね、うん、大丈夫みたいな。あ、そうかそうかそうか、なんでわかんのみたいな、うんうんうん、君それどうやったらわかんので、それに答えるのが、うん、I of course replied。 これ of course の前にこうカンマがある感じで思っといたらいいな。 I comma of course comma replied、うん、Here っていうのは心の中ね。うん、その時もこう自分の心を指す感じ。ああ、なるほど。Something here inside。うん、この中にね。うん、この中にあるもの。Cannot be denied。うん、この cannot be denied、 あの、Something here inside が主語だから。うん、cannot be denied、うん、が、まあ、動詞やんな、うんうんうん。この心のある中にあるものっていうのは、否定できない、うん、心で分かってんねん、もそれそうやんみたいな、うん、絶対彼女はそれは true に決まってるでしょって答え、うん、僕は答えたよ、もちろん。あ、なるほど。しっくりこんなってこう言っとったのは、このラブが自分の愛というんじゃなくて恋人が大丈夫かどうかっていうところらへんが、ここの大前提がもう間違ってるわけよ、その歌詞。そこはこれを愛というふうに訳すんではなくて、彼女のことって指して、うん、みんながあの子をほんまに大丈夫って聞いたけど、自分の中は、うん、僕は心で確かに思ってるから、心が拒否することはないってこと？心で感じていることっていうのは否定できない。うん、心で感じていて、ここにあるものはもう否定できない。つまり本当、真実であると。っていうふうに、まあ、答えたよってことはね。うん、そうそう。だいぶ大きく違うね。だって僕の愛はほんまかって、それは僕は彼女を愛しているさっていう歌かと思うわけよ、最初。うんうんうん。大丈夫ってみんなに聞かれてる歌やとはまさか。ああ、なるほど、うん。私もそう知らんくて、Beautiful Love やったやん。うんうんうん。Beautiful Love, you're all my mystery、うんうん、あの Beautiful Love はさ、美しい愛だと思ってる人がいる。うんうんうん、あれは Beautiful Love, you're All a mystery だから、 Beautiful love はあなたであって恋人であるわけ、その当時でも。だからそのそれと同じケースで、うんうんうん、My love, my true love っていうのは恋人の話、うん、人の話。なるほど、恋人のを指してるっていう、ここを間違えるともう根本が違いますよ。じゃあ次行ってみましょう。ここセカンド A な。They said someday you'll find。このサンデーって1ワンワールかな ?2 ワールだよね、これ多分。サンデー、You'll find all who love are blind。 これつまり、この they は最初の they と一緒で、うん、みんなっていうか友達っていうか知り合いっていうか、みんな聞いたよねっていう、うん、あのみんな聞いた人たちとか、うん、同じ人たちが、うん、They said、うん、Someday you'll find all who love are blind。 このね、うん、
サンデーの後からがかっこいいみたいな感じ、うん、でこれひょっとして項目私も向きがよう分かってないんだけど Someday you'll find だからいつか、うん、分かると思うで、うん、all who love これ subject、うん、all who love are blind、うん、愛する人はすべて盲目、うん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 、見えないんだよ、うん、When your heart's on fire、うん、When your heart is on fire、うん、You must あなたの、ね、心が愛で燃えてるときって燃えてるときはあなたの心が愛で燃えてるときは You must realize、うん、そう気づいといた方がいいよ、うん、Smoke gets in your eyes、うん、その愛で燃えてる心の火から来る煙で、うん、目が霞んであ盲目になってしまってるんやねということね真実が見えないんだよっていう、うん、っていうふうにみんなが言った、うんうんうん、でちなみに、うん、They said、うん、は過去形やんか、うんうん、Someday you'll find ここは、うん、will you'll っていうのは you will がちっちゃい、うん、will はこう将来だから、うんうん、時勢やな転生でにしては、うん、このSomeday からあとはこう言ったそのダブルコーテーションで包んで合わないと辻褄が合わなくなるな。ああ、なるほどね。うん、うん。They said, they said, で、Someday you find all who love are blind っていうのはそのまま言われた言葉そのまま描写やねん。うん。When your heart's on fire, you are the you are 僕言われてる相手のことで、うん、You must realize smoke gets in your eyes. だから、うん、僕の、愛してる人の心の火で目がもう霞んじゃって見えない。うん、煙が染みて見えないんだよ。染みるって訳した人もすごいね、日本語で、ね。愛してる時っていうのはそういうもんなのよ。って言われたということだ、ね。気づいた方がいいよ、うん、みたいな。もうなんでこんな人と一緒におったんやろうみたいな。わからなくなっちゃうのよね。うん、で、サビで。So I chaffed them, chaffed them っていうのはなんか、うん、こうからかって笑い飛ばすみたいな。ああ。の動詞ね。chaffed them. And I gaily laughed. 明るく笑った。だってみんながさ、こんな馬鹿げたことを言うから。うんうんうん、なんて、そんなはずないやろみたいな。うん、to think they would doubt my love?うん、このマイラブも彼女のことね。ダウトは疑うってことだもんね。うん、疑うのかって言って、うん、笑って、うん、笑って笑い飛ばした明るくね、うん、これは笑い飛ばすってことね。彼らは笑うみたいな、うんうん、ゲイリーラフト明るく笑うみたいな、うん、この上の2行の間はまだねみんなのこと信じてないの。ああなるほど。そんでこっから急変して、うん、andYet today、うん、今日ね、でも今日ね、うん、My love、ここの love も恋人のことね、うん、Has flown away、うん、なんか去っていっちゃった、もっと鳥が飛んでいくみたいな、なんか流れどっか行っちゃって、もう要するに僕にバイバイしちゃったわけよ、うんうんうん、I am without my love、うん、My love ももう一回恋人だ、だから、うん、もう僕一人ぼっち、うん、彼女がいない状態だったっていうことやね。そう。もう yet はさ、でもって感じ。うん。うん。And yet today、うん。今日になったら、うん、本当やったんやみんな言ってることみたいな。ああ、ここで気づいてしまったわけですね。僕って本当に見えてなかったんや。うん。で最後結びが。Now、うん。Laughing friends deride。この deride ってすごい態度と韻を踏んでるすごい言葉やな。あ、これからかうっていう意味やねんけどさ。デライドは態度と韻を踏んでるってことね。うん、Now laughing friends deride. 笑ってる友達が、うん、Tears I cannot hide. Tears 僕が隠せない涙をからかう。友達は笑ってる、友達笑ってさ、laughing friends っていうのが、うん、フレンズが主語やん、これ。うん、で、pride が動詞で、で、tears が目的語で、その tears っていうのが、飾ってるのが、就職してるのが、I cannot ride, hide やから、うん、僕が隠しきれない涙を、笑いこける友達がからかう、うん、今となっては、う
言うたやろみたいな、うん、言うたやろな、みんな知っとったでみたいな感じ。そうなんです。そうだから、うん、は smile and say、うん、無理してねちょっと笑って、で言うの、うん、でなんて言うかっていうと、うん、When a lovely flame dies、うん、あの美しい炎が、うん、美しい炎がまあ消える、うん、ダイヤが消える、死ぬ、そう、うん、キャンドルの火みたいな、うん、シュッと最後が消える時のとこ、うん、もしくはシガタバコの火とかでも最後シュッと消える時、うん、あれが目にしみるんだよねっていう、うんうん、それで僕泣いてんでね、だからちょっとタバコの火っていうか、そのなんか、うん、あのそういうので今泣いてるんだけだからみたいな、うん、ちょっと強がって言ってるイメージ。恋に破れて泣いてるんじゃなくて、燃えてた恋の火が消えたから、その煙で泣いてるんやでって言いたい、ね。うん、そう、うん。みんな友達は、smoke gets in your eyes、煙っていうのは目に入るから気をつけろよってみんな忠告したわけよ、うん。で、それは僕は聞いてなかったの。でもその煙っていうのは愛の心の自分の燃やしてる火の煙。うんうん、で燃えてんねん、だから気ぃつけやーってみんなは言ってて、うん、で最後にはそいつらに言い返すために、いやいや心の火の煙で燃えて泣いてんじゃなくてみたいな、そのタバコのこれが消えるかのが目に入っていたいんだよねとも言いたいやろうし、うん、まあ、そのいや最後にね消える、それが彼女が去っていたその時の最後のシュッっていうあの煙が一番目に染みるんだよって言い返してるっていうか、なるほど、うん、愛は盲目だっていうところのスモークゲツインヨアイじゃなくて、うん、恋に触れてスモークゲツインヨアイってこう強く言い返してるっていう、うんうん、なるほど。歌詞の意味はだいたいそういうこう火が消えたからそれでその煙が入ったっていうのは知ってたけど、大体同じ意味にはなるけど、そうだからおおよそのおおむね間違ってるって、うん、あ切ない、恋に破れて煙が染みて泣いた、それは分かんねんけど、うんうんうん、このさ今まで3枚を全然分かってないままにこう結論だけ分かってたみたいな、うんうんうん、あそうやったんやみたいな、うん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 、この2週間前にしたところ、愛が本当かどうかっていうのがなんでわかるんやっていうのが、まあこれ彼女になると、まあちょっとニュアンスだいぶ違う。まあでも、にしても、大枠としては、恋に破れて、で、サビのところの途中までは、女もそんなん、みんな笑うけど、そんなん、俺は全然信じへんで、みたいな感じで、こう信じてなかったけど、彼女が降って、こうどっか行ってしまってからは、涙が出てしまって、その涙をちょっと強がって言い返してるっていう内容やね。まあそういう感じ。スモークゲッツインヨアイズっていう言葉自体が、うん、英語のイディオムではなかったんだって。おー、そうなんだ。その歌があまりに有名になったから、うん、そうなんかちょっと恋に破れたりとかするような時に使われたりするような、まあ、これがさっきの出典なんよね。そこまで行くってすごいね。でも歌詞すごいいいですね、このオッド・ファーバック。うん、そうよね。でこのロバータって映画見てないけど、これは見なきゃいけない。そうね、映画の挿入歌にもたくさん使われてて、Always スティーブン・スピルバーグの歌詞的にもすごくね、うん、そうだね。エラが最後にね、ハーフ・アイ・ザ・ムーンの最後に歌うけど、あれはだからスモークをスウェットに変えてて、うん、ものすごいいっぱい歌ったから、汗が目に入ってもらった。スウェット・ゲット・イン・マイ・アイズって言ってなかったっけな、多分。ああ、きっとそうやろうな、うんうんうん。なんで急にこの曲が始まるんやろうと思ったら、でもやっぱりあの当時ってこの曲、大ヒット中の大ヒットだったんやろね、きっとね。ああ、そうだね、うん。だからみんな知ってるし、それをパロディで歌ってるって感じやね。はい。ということで、スモーク・ゲット・イン・アイズ、ぜひ皆さん、いろんな人聞いてみてください。はい。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。